ケウルーはフィンランド中央総未県の町、自治体、ケウルー群に属する自治体として、の人口は2010年3月31日時点で1762人、そのうちおよそ8000人が中心部で暮らす。面積は1430.62平方キロメートルで、そのうち172.32平方キロメートルが水域である。 人口密度は1平方キロあたり8.55人。中央オ見県の西端ケウルスセルカ湖北岸の4つの島々に築かれた。ポリとペタヤベシトをつなぐ国道23号線が東西に通る。近くの中核都市にはユバスキラ、タンペレなどが挙げられる。ケウルスセルカ湖のほかピーラヤベシコなどの故障がある。北でムルティアと 東で、ペタヤベシと、南東で、ヤムサンコスキと、南で、ヤムサと、南西で、マンタと、ビルプラと、西で、ピルカンマーケン、ビルッラトと、北西で、南ポフヤンマーケンアフタリと、それぞれ接する。1560年頃から村落が形成され始め、地区によって、ピルカラ教区か、ルオベシ教区のどちらかに属していた。1628年に、 独自の教区が設立された。世界遺産、ペタヤベシの古い教会よりもお前の1756年から1759年に、かけ、アンティ・ハコラが建てた木造教会が現在も残る。1892年にレンガ作りの教会が建てられてからは、普通は使われなくなった。1969年に、ピーラヤベシと合併し、1986年に、 調整が敷かれた。ケウルーの最高意思決定機関である議会の定数は35、その第一党は中央党で社会民主党、国民連合党の順に続く。ケウルー市街から西へ1 0トルほど行ったところに、あるハーパー巻駅には、南のユバスキュラに向かう路線、西のセーナに向かう路線、東のイーサルミに向かう路線の3線が乗り入れており、 国内鉄道網のターミナル駅となっている。ありがとうございます。